対象自由教育運動とは、19世紀末期から20世紀初期にかけて欧米で活発化していた新教育運動が日本にも輸入され、1920年代から1930年代前半にかけて起こった運動。別名を教育改造運動、新教育運動という、それまでの画一的で型にはめたような教育のスタイルから、 子供の関心や感動を中心に、より自由で生き生きとした教育体験の創造を目指そうとする運動が、この大正時代に、折からの大正デモクラシーの風潮を追い風にして、広まった。19世紀までの教師教授者中心の注入主義の教育を旧教育と呼び、運動支持者の始めた、子女・子供中心主義の教育を新教育と呼んだ。大正初期から昭和初期にかけて、 新しい教育の理想を掲げて、新教育の学校の新設が相次いだ。戦艦期の国内の状況を反映し、現在でもその斬新さは驚異的である。この対象でモクラシーの時代に始まったものに、他に鈴木三重吉らの赤い鳥、ドルトンプラン、生活綴り方教育などがあり、その運動の絶頂期には八大教育主張と銘打って、 出版社主催の教育学術講演会も開かれ、当時の教育界のリーダーたちが自らの教育主張を展開した。1917年に創立した成城小学校は文部官僚だった沢柳正太郎が新教育を施行する実験学校として設置された学校である。個性尊重を全面に打ち出し、1920年代の アメリカの小学校で実施されたドルトンプランと呼ばれる指導法が日本で初めて導入された。正常小学校の教育課程は、修身を低学年では実施しなかったこと、英語や数学を低学年から実施したこと、小学4年生以上で特別研究の授業が組み込まれたことに特徴があった。また国語科においては、綴り方、読み方、書方の他に、 長方という独自のの授業があったその後正常小学校を抱える正常学園は、幼稚園から旧正高等学校までの一環、教育後に、男子学生は、基本的に全員が、東京帝国大学に進学することになったが、加藤一郎、前田洋一、森正幸、安原義弘、山口新平、斎藤誠、堀川忠義、小玉光を、柳谷健介、 中地正宏、中野はじめ、矢崎光圀、中野和人、長瀬秀夫など、当時の東大や京大では、一風変わった学生の集団として東大など、帝国大学に、新しい風を吹き込んだ。不律後中の天体観測の様子1918年に、創立した東京不律、第五中学校は、新州で新教育を実践してきた、新進気鋭の自由主義教育者、 伊藤長七を校長に迎え、官立学校でありながら、軍人や官僚の要請を主とせず、生徒の独創的な自己活動を最大限に尊重することを打ち出した。確立主義の教育を廃止、課外活動を教育の中心に据えたことに特徴があった。立志、開拓、創作の精神を掲げ、校内には当時としては最高設備の科学実験室や、 本格的な天体観測や気象観測を行う観測所が設けられた。授業は、机上の一斉講義ではなく、生徒が自ら行う実験実習が主体とされた。伊藤長七の提案で創設された天地収容体は、都会に暮らす生徒が農村で人間生活を味わい、農作物の尊さを学ぶという、当時としては、 画期的な行事で現在の農村体験の原型である。自由と感動、独創性を披露する場として、中等教育機関としては初めて、対外に成果を発表する創作展示会を開催した。今日、全国の中学校や高等学校で行われる文化祭の先駆けとなった。また、男子しかいなかった、旧正中学校に疑問を抱いていた伊藤は、 男女とも今日を解き、漢文教師として、女性の栗山津いよいよを迎え入れた。これが、日本の中学校における初の女性教師であった。標準服には、自由と真摯の象徴として、中学で初めて、背広とネクタイが採用された。1921年4月25日創立、西村伊作、与佐野秋子、与佐野鉄管、石井白帝らによって創設され、 当時の中学校令や高等女学校令に縛られず、各種学校として認可を取り、一流人たちによる芸術、学問の教育を行う快活で自由な学校を目指して開校。日本で初めての男女平等教育を実施、教学を実現した。日本文化のみならず、キリスト教精神や西洋文化的教育が盛んに行われ、 教員に多くの西洋人を招いた。創立当時から制服はなく和服より洋服を推奨し、当時では珍しく、生徒のほとんどが洋服を着ていた。しかし、この教育が後に戦時体制となった国により弾圧を受けることになった。西条小学校の初代校長である、沢柳正太郎の肖像不立後中の初代校長である、 伊藤長七の肖像防戦の次の人名は、その創始者である。ありがとうございます。